うわ、久しぶりだ。こんばんはこんばんはうわ、すっごい久しぶり。うわ、すっごい久しぶりだけど、見えておりますでしょうか？見えている？聞こえている？どうでしょう？うわ、どうかな？こんばんはうわ、すっごい久しぶりのライブ配信。あ、こんばんは。あ、みゆきこですね。あ、大丈夫そうですね。ありがとうございます。リアクション助かります。ありがとうございます。では、本日はですね、ものすごーく久しぶりにライブ配信を始めていこうと思います。うん。で、本日のライブ配信では、まあ、これをね、知っておくと、本当に人生全般、もろもろね、いろいろと良くなると思いますよっていうお話をしようと思っているんですけれども、事前に皆さんからね、ちょっとなんていうのかな、この、なんていうかな、今ある、この、疑問とか質問みたいなものっていうのがあれば、それを教えてほしいんだっていう、ちょっとなんだ、事前にね、質問を受け付けての、そしてそれに回答するっていう形で今回は配信させていただこうと思いますんで、この後ね、そのなんていうか質問いただいていた質問に対して、例えばじゃあお金のことだったり、恋愛のことだったり、健康のことだったりとか、そういったものへの回答っていうものをしていこうと思ってますんで、ぜひね、楽しみにされていてください。うん。そして、まあ、じゃあでも今回の、じゃあその質問会配信をするっていう風になった一番の理由は、なんだ、今、このチャンネルの登録者さんが20万人を超えたっていうところでの、その本当お礼の思いを持って、その配信をしようと思ったという経緯があるんで、まず先に、なんていうか、その登録者さん20万人になったっていうところへのお礼だけね、先にお伝えさせてください。本当に、なんていうのかな、こう、なんていうか、よくわかんねえ、女にっていうか、その人が喋ってるチャンネルに登録してくださってありがとうございます。もう本当にそれはちゃんと伝えなきゃと思ってて、それは20万人っていうタイミングではなくっても、いつも感じていたことではあるんですけれども、なんていうか、本当に、得体の知れないね、このよくわかんない、純ちゃんっていうのが突然多分 YouTube のおすすめっていうところで、上がってきたりだとか、あとはどなたかから聞いて、この純ちゃんっていう人を知って、とりあえず見てみようと思って見て、そして登録してくださったっていう方々ばかりかなと思うんですけど、でも本当になんか、ね、本当に誰この人っていう感じだったと思うんですよ。うん、その中でも、なんかとりあえず話聞いてみようかなとか、あとは音源とか聞いてみようかなって思いで、登録してくださった方たちなんだろうなって思うんで、本当に皆さんとのご縁には感謝しています。だから本当にありがとうございます。うん、またここからもね、皆さんの人生がより輝くっていうところのサポートができるような情報っていうものは、誠心誠意ちゃんと出せるように頑張っていこうと思ってますんで、ここからもどうぞよろしくお願いいたします。そう、そしてなんていうか、まあ、これを見られてるかわからないんですが、10万人の登録者さん、ありがとうの時にもお伝えさせていただいたんですけれども、この場を借りて、他のね、配信者さんにもぜひちょっとお礼をお伝えさせていただきたいなと思っています。まあ、その配信者さんたちがこれを見てるかはわからないんですけれども、私自身、YouTube っていうプラットフォームを使って配信させていただいているという中で、他の配信者さんたちがいらっしゃらなかったら、ここまでは来れなかったなって本気で思っています。なんていうか、まあ、まず YouTube っていうその、なんていうか、プラットフォームの仕組みとして、自分と近しいカテゴリーにいらっしゃる方々のおすすめっていうところに自分たちが出るっていうことがあって、そういう相互関係がありながらこうやって視聴される方たちがいらっしゃるっていうものであったりとかするので、なので他の配信者さんがいてくださって、その視聴者さんがたまたまその方の動画を見ていたら、じゅんちゃんっていう人がおすすめ出てきて、誰だこいつと思って見てみたらじゅんちゃんだったっていうことが起きていたりだとか、あとは実際にじゃあ私自身が一人で伝えたことではなかなか
この今見てくださってる方々に、その理論っていうものを伝えきれなかったっていうところが起きていたとしても、なんか純ちゃんが言ってるのなんとなくわかるんだけど、でもなんかちょっといまいち腑に落ちないなっていうことがあったりとかした時に、次に見た動画であったりだとか、その次に見た動画っていうところで他の配信者さんがいらっしゃって、あ、純ちゃんが言ってたのこういうことかっていう感じで、そこのそのやっぱりなんだ、形として、その方にしっかりとしたその情報が届けられるっていうものが起きたりとかするっていうのって、やっぱり私一人ではなかなかこうその構図っていうのは気づけないんですよね。だからなんていうかな、お会いしたことがない配信者さんばかりなんですけれども、同じカテゴリーにいらっしゃる方のほとんどがお会いしたことない方ばっかりなんですけど、でもやっぱりこういてくださってよかったって心から思っているんで、なので本当にありがとうございます。皆さんとのご縁にも本当に感謝してます。なので今後も一緒に頑張っていきましょう。みたいな、という感じです。そう。じゃあそんな具合でですね、ちょっとまずお礼だけお伝えさせていただきたかったんですけれども、早速配信のその内容に入っていきたいんですが、まず先に、この動画の概要欄にも、ちょっと貼らせていただいているんですけれども、なんだ、20万人の登録者さんになったという、その、まあ本当にありがとうっていうその思いを込めて、特別な魔法陣っていうものを作らせていただきました。うん、なので、まあこの動画をね、初めて見て、この純ちゃんという人を知るっていう人もいらっしゃるかなと思うんですけれども、もしピンときた方はこの動画の概要欄にお守りとしてまあこう扱っていただくのが一番いいんじゃないかなと思うんですけれども、特別な魔法陣っていうものが2種類ね、ここの概要欄に貼ってありますんで、もしピンときた方はそれもダウンロードして身近に置いてみてください。うん、で一応その2つとも同じような似たような意味合いであって、その概要欄に書かせていただいているものではあるんですけれども、若干ちょっと違いがあるんですね。若干の違いがあって、うん、で、もしも大きな出来事にトライをするとか、あとはちょっと自分自身が今ブレやすいかもしれないなとか、ちょっとメンタル強くしたいなみたいな、そんな感じがあるっていう時には、1番と2番の魔法陣のうちの2番を持っておいてほしいです。うん。どっちも、本当に素晴らしい展開がこの後に見れるよっていうところに導いてくれるものとして作らせていただいてはいるんですけれども、どちらかというと、2番っていうところに置かせていただいている魔法陣の方が、自分自身の軸っていうものをぶらさずに、こう、なんていうかな。まあ、仮にアクシデントがあったりだとか、望まない現実みたいなものを見たりだとか、まあ、あとは大きなものにこう、ちょっとこう、トライする、チャレンジするみたいな。なんかそういったタイミングの時にも、どちらかというと動じない自分として、なんかそのまま進んでいけるみたいなところに、こう、作用してくれるようなものとして、形としてそういう、ものに出来上がったんで、なのでちょっとメンタル強くしときたいですよみたいな時には2番を持っておくっていう方がおすすめだよっていうのはお伝えさせていただきます。うん、まあでもなんていうのかな、両方1番も2番も両方とも6芒星っていうものが入ってたりとかする分、6芒星って皆さんわかりますかね、三角形のこの三角形が2つこう星みたいになってるっていう、この六芒星が入ってる分、魔除けっていうものになっていたりだとか、あとは、六芒星っていうものがこう示すものって、二元性のその調和っていうものを示すものじゃないですか。だからなんだ、天と地とか、神様と人とか、なんだ、男と女とか、暖かいと、冷たいみたいなもののすべてのその調和がちゃんとうまくエネルギーバランスが取れるとか、そのエネルギーの融和っていうものがあるって言われたりとかするものなんで、なので、なんていうか、自分自身のやっぱエネルギーのバランスをしっかりと整えながら、そして、そのいらないものにこう自分が振り回されないようにっていうところのその意識とかもしっかり持っておきたいっていう時には、ぜひ、なんていうか、この、なんだ、魔法陣はちょっと身近に置いといていただけるといいんじゃないかなっていう、そんな感じです。うん。なんとなくわかりますかね。N 鳥さん、1番と2番って何？この概要欄を見ていただくと、丸1、丸2っていう感じで魔法陣が、書いてあるっていうか貼ってあるんで、ぜひ、それを1番、2番って言ってたんで、ちょっとそれを見てみてください。うんうん。
っていう感じですかね。そう。で、まあ、早速それで、ちょっと質問会にここから入っていこうと思うんですけど、ちょっと先に一個だけ、ちょっとご報告があって、それっていうのが一体何かっていうと、音源動画についてのご報告なんですけど、ちょっと、今まで出していた音源動画よりも、クオリティを上げて、改めて動画を出したいなってずっと実は思ってたんですね。で、あともう一つ、実は音源動画よりももっとすごいものがあって、それをアップしたいなって実は前々から思ってたんですけど、皆さんの反応を見てると音源動画がすごく人気だったから、あんまりなんかこう、ま、それよりもさらにすごいものであることは間違いないんですけど、音源動画をこうクオリティ上げて出すとかあんまりなんかなんていうのか、需要ないっていうか、あんまりそのニーズはないのかなと思って、ずっとそれについて、私は今まで出した音源動画のクオリティをガツンと上げて、新しくまたちょっと出すっていうことをやりたいなとか、ちょっとそれ以上にすごいちょっと魔法っていうものの勉強してるんで、私、魔法ね、こういうの勉強してるんで、もっとすごいのがあるってこと気づいちゃってたんですけど、数ヶ月前から。でもそれ出しても皆さんの今のリアクションというか、再生回数のバズり方とか見てると、あんまりそこの需要ないのかなと思って、ずっとまあ一家じゃないですけど、音源動画は大好きだし、私自身も本気で取り組んでるんで、それを出すってことはやってたんですけど、それに対する小手入れっていうのか、手こ入れだ、小手入れじゃない。手こ入れはそれ必要ないのかなって思ってたんですけど、実は、そんなことをずっと思っていたら、YouTube から、突然、音源動画を削除してくださいってメールが来たんですよ。突然。そう。で、まあでも、なんていうか、これは、なんだ、音源動画出してる、配信者さんだったら結構あるあるで起きやすい、事例だったりとかするものみたいなんですけど、なんていうのかな、こう、自分たちで出してる、その音源動画の、あまりその変化変容がない、その動画を、こう、流してるとか、他の、そのクリエイターさんのやつをパクって、ただ出してるだけだろう、みたいな感じのものに、見られちゃったりとか、した場合には、その該当となる動画は消してくださいっていう、YouTube からの規約違反だっていうようなメールが来るっていうことが起きるっていうのがあって、でそれが来ないように私も対処はしてたんですけど、でもやっぱりなんかいくつかっていうか、結構私の音源動画って一本一本がすごく皆さんが見てくださってるんで、こう目立つんですよね、多分ね。だからそしたら、そのすげえバズってるやつら全部消してくれっていうメールが来て、で、初めはそれで大問題が起きたと思ったんですけど、みたいな、あんなにみんなが好んで見てくれてんのに、それを消せってどういうことだみたいな感じになっちゃったんですよ。なんか、それを消さない限り収益化を止めますみたいな感じのメールが来て、で、私自身は別に収益化が止まるのはどうでもよかったんですよ、正直。なんか、別に逆に、広告とか入らなくなる分、みんな見やすくなるかなと思って、じゃあ別にそれはそれでいいかって思ってたんですけど、ちゃんとその YouTube の規約っていうのをちゃんと見てみたら、そういう規約っていうものを違反しながらずっと動画をアップし続けるっていうことをやってると、突然アカウントをバンされる可能性もゼロじゃないんですって。やっぱり YouTube っていうプラットフォームを使ってる以上、YouTube っていうところが決めている決め事っていうところもある程度、それに沿って動画を出していってくださいっていうものであって、それをやってないであろうチャンネルは突然アカウントバンガードって書いてあってみたいな、さすがにそれは困ると思って、その広告がつかない、収益が止まるみたいな、なんかそれは別に本当どうでもよかったんですね。だから最近私の動画に広告って入ってなかったと思うんですけど、うん。で、だからなんか逆にみんなが見やすくなるからいいやと思ってほっといてたんですよ、正直。だったんですけど、ちゃんとそれをいろいろ調べてみたら、それをやってるとアカウントが消えてしまう可能性が。っていうのを見て、その時に、それは困るな、さすがにと思って、で、それで、じゃあ、そっか、該当の音源の方消さなきゃダメかって思って、その時はすごい、なんか、
自分のチャンネルを否定されたみたいですごいショックだったんです。ショックだったんですけど、だったんですけど、よくよく思い返してみたら、私前々から、その今アップしてる動画のクオリティ思いっきり上げて、もう一回ちょっと動画上げ直したいなって実は思ってたなってことを思い出してしまって、で、あとは、その音源動画よりももっとすごいものが実はあるっていうことを、私が、でもそれをみんなに言ってもいいのかなとかっていうのをずっと躊躇してたことを思い出して、ああこれのために起きたんだと思って。そう、だからなんていうか、突然には、音源動画は消さないんですけど、でも、なんだ、とりあえず消さなきゃいけない事態にはなってしまったんで、それは、後々いつになるかわかんないんですけど、その、新しく出す、その音源動画であったり、ちょっと魔法の動画をいくつかちょっと作ろうと思ってるんですけど、それの準備がある程度、ある程度アップした後に、ちょっとその音源の、なんだ、今までの動画っていうのは、ちょっと消していくかなっていうのがあって、で、消した時には、元々の動画を、他のチャンネルに移しておいて、それを公開するか、もしくは、音源だけをちょっと皆さんにプレゼントできるような形はないかっていうのは今調べてるんで、いずれにせよ皆さんがマイナスになることは絶対ないというか、その音源の、クオリティがかなり上がったものをこの後にまた出していくっていうところになるっていうところと、もしもそれでも今までの既存のものの方が気に入ってるっていう方ももしかしたらいらっしゃるかなって思いもあったんで、そういうそのデータっていうものをこっちでちょっとなんとか皆さんにプレゼントできないかっていうところは今調べて、今動いてるんで、なのでちょっと音源動画の、こう、で、いろいろちょっと、いろいろ変動があるよっていうのだけちょっとお知らせしておきます。うん。ただ、とんでもねえのがこの後出ていくんで、ちょっと楽しみにしといてください。ずっと出したいって思ってたけど、みんなあんまりニーズないのかなと思って出さないでいたやつが、ちょっといろいろあるんです、実は。もっと短いやつで、ほんと数分なんだけど、ちょっと見るだけでもかなり現実が変わるっていう面白い魔法とか実はいっぱいあるんですね。それとかをちょっといろいろね、こう、調べられる本をね、昨日とかも全然知らないおじさんにこれプレゼントされて、本屋さんで突然。そう、とかが起きた時に、あ、やっぱりこれはゴーサインだなと思ったんで、ちょっと音源動画のクオリティガツンと上げたり、ちょっと不思議な動画になるかもしれないんですけど、ちょっと面白い動画がこの後上がり始めたりしながら、ちょっと音源動画の整理が入るっていうところだけ、先に皆さんにはお伝えしておきます。うん。なんとなく大丈夫そうですか？そう、とんでもねえの来ますから。数分なんだけど、とんでもねえのがね、結構あるんですよ。もうみんなに言いたい。魔法ってね、人に言っちゃいけないからね、中身言いたいんですけど、でも本当にすげえのがいろいろあるんです、実は。でも本当に効果絶大だから、ちょろっと見るだけでとかでも、マジでいいやついっぱいあるんで、ちょっとこれからまたさらに不思議なチャンネルに、魔法使いのチャンネルになっていきそうなんですけど、でも皆さんにとっては絶対朗報だから、これは。うん、だからちょっとそれだけね、楽しみにしといてください。うん。というわけで、すいません、すんごい長くなりましたが、ここから質問会入っていこうと思います。事前にね、皆さんから受け付けていた質問というものにここから回答していこうと思うんですけれども、まずですね、まずそう、質問を寄せてくださった皆さんもありがとうございました。まあでも質問がないという方でもね、わ、これ楽しみだなって思ってくださった方々もありがとうございます。で、一応ですね、質問受け付けたら2,000〜3,000件来たのかな？ 2,000〜3,000件、なんていうのかな、疑問、質問だったりだとか、あとは、じゅんちゃん20万人おめでとうっていうようなメッセージ出してくださる方がいたりとかで、本当にありがとうございました。で、一応、それを、一通りすべて見させていただいたんですけど、その疑問質問の中で極めて多い質問っていうのが3つあったんですね。なのでまずそれを先に回答しておこうと思います。ものすごくこの3つが多かったなっていう印象だったものを先にお伝えしておきます。できっとこれっていうものを皆さん知っておいていただいた方が、本当に皆さんのここからの人生っていうものがかなりいい感じに展開していくと思うんで、ぜひね、知っておいていただきたいんですけど、まず1つ目っていうのが、様々なワークであったりだとか、あとは開運の行動とか、そういう自分の現実が良きように展開するような、そういうこう、なんていうかな、アクションっていうものをしてるんだけど、あんまり現実変わってないんですけどっていうようなご質問というか、そういう時ってどういう心持ちでいたらいいのっていう
あの、お言葉がものすごく多かったんですね、一つ目。なので、まずここに先にお伝えしておきます。自分自身が、あの、良き、その現象を作りたいとか、より良い人生にしようと思って、あの、いろんなワークをやってみたり、あの、イメージワークしてみたりとか、あの、なんだ、オーダーをノートに書いてとか、夢投げしたりとか、なんかいろんなことしてるんだけど、あとはなんかトイレ掃除してみたりとか、なんか神社参拝したりとか、いろんなことしてるんだけど、あんまり現実変わってません。そんな時どうしたらいいのっていう、その質問にまずは回答させていただきます。うん。で、ですね、その現象が起きてる時って、実は、現実を変えようとしてる時なんですよ。って、これ言ってる意味わかるかな？現実を本気で変えたい時って、現実を変えようとしない方がいいんですね、実は。ここをちょっと皆さんにはシェアしておきます。私たちもこういう、こう、より良い人生にしていこうとか、じゃあ自分の夢を叶えようっていうような情報を出させていただくときって、言い回しとして、こういうことをすると、こういうふうな人生になるよっていう言い回しをしてしまうっていうことはよくよく起きるんですけれども、様々なところで、それが、そういう意識でいないでねって話は必ず、多分ね、私以外の配信者さんも絶対してるはずなんですけど、現象っていうものを本気で作りたい、自分自身の夢を本気で叶えたいっていう思いがあるときっていうのは、これはあくまで波動の法則の話ですね。地球の理論の目標達成の科学的なものとかっていうところとはちょっと理論としては異なるというか回答が異なってくるかなと思うんですけど、波動の法則っていうものをしっかりと理解をして、それを駆使して現実を変えたいって思いがあるときっていうのは、現実を変えようとするのではなくって、自分自身の波動を変えるっていうことに集中だけしていてくれれば、勝手に現実って変わっていってくれるんです。うん、なので、現実が変わらないって言ってる人たちっていうのは、意識が現実が変わってるか変わってないかっていう方にばっかり意識が飛んでいってしまって、自分自身の心っていうところ、心持ちであったりだとか、波動の変化っていうものに対しての意識を全く持ってこう、そこに意識を置いてないっていう状態になって、逆にこう、枯渇の波動が出ちゃうんですよ。うん、なので、基本的には現象を本気で作りたいんだ。自分の波動を使ってとか、自分自身の思考してること、心持ちっていうもの、心感情っていうものを使って、現象を本気で作りたいって思いがあるのであれば、その現象を変えようと、人生を変えようとしたり、現象を作ろうっていうところに意識を置くんじゃなくて、ただただ自分自身の豊かな感情を作るんだっていう、状態でいてほしいんです。その日その瞬間に、ただただ自分自身が豊かな感情、心地よい感情っていうものをどうやったら保てるのか。そしてそれっていうものが起きただけでもう大喜びしててほしいんですよ。そうしてると現象が変わっちゃう。現象ってのがついてきちゃうんです。自分自身の心持ちが豊かになって、わあ幸せだなーって。わあもう本当になんか、なんて、こうやって過ごせるだけで、本当に私って、なんていうのかな、幸せに過ごせてるなっていう、この感情波動が現象を作ってくれるんで、なので、なかなか現実変わらないんですけどって言ってるっていう状態が起きてる時っていうのは、多分意識がそっちに向いてる。ずーっと。いつになったら変わんの？いつになったら変わんの？みたいな。こういう感じになっちゃって、この状態の時って感情豊かじゃないですよね。自分の豊かな感情、豊かな波動が現実を作るから、だから、いつになったら変わんのって思った時点で、全然あんまり現象化しないんですけどって思った時点で、豊かな感情ではないですよね。この時点でもう自分自身の軸が中心から外れちゃってるから、だからそこに気づいたら、あ、今私現象作ろうとしすぎてそっちに意識いっちゃってんなって。いうことに気づいたら、ちゃんと自分の軸、真ん中の軸に戻って、ただただその瞬間を楽しんで、そしてただただこの瞬間は幸せだなって感じて生きてみる。そしてその感情を感じれただけで、はぁ、今日は幸せだわーっていう感じでいてみてください。そうするとその感情波動が現象をボンと作ってくれます。っていう感じ。なんか言ってる意味わかりますか？大丈夫かな？そうなんです。アミさん、すでに軸がぶれてるんですね。本当にそう。そうそう。
そう、これ言い回しがすごく難しくてですね、情報っていうものっていうのは、常にフォローっていうものは入れていくものなんですけど、こういうふうな現象を作りたいときには、こういうふうにするといいですよっていうお話の、お話の展開はするにしても、でも、フォローというところで、でも、だからといって、そこに固執はしないでねっていうお話とかをね、ちょこちょこさせていただいていたりとかはするんですけど、ついついね、やっぱり、誰でもね、やっぱり良き展開を作りたいと思って、やっぱり人気って起きがちじゃないですか。で、そっちに行っちゃうと、ちょっとそっちに意識がずれちゃうと、もうそこから抜けられなくなっちゃったりとかして、感情がすんごくこう、枯渇していくみたいな感じが起きやすくなっちゃったりとかするんで、それに入ってる自分に気づいたら戻るっていうところ。ちゃんと軸にしっかりと戻る。自分自身の波動、感情が、今この瞬間の感情、波動が豊かであればいいんだ。それだけでいいんだって。その感情、波動を作りたい。というか、その意識でだけで言ってみてください。そうすると勝手に動きが変わってきます。うん。という感じですね。そうそうそう。で、あとね、もう二つ目のすごく多かった質問っていうのが、これもめっちゃ多かったんですけど、あとね、二つ目が、小さい願いは叶うようになったんだけど、本願、大願っていうものがなかなか叶わんって言ってる方たちもすごく多かったんです。うん、なんか、なんていうのかな、純ちゃんの動画を見るようになってとか、じゃあこういういろんな方のね、その配信とか、その発信してるものを見るようになって、自分の中で、わ、嬉しいなって感じる出来事は、本当昔と比べたらたくさん、こう作れるようになったし、すごく生きやすくなったんだけど、でもこれは叶わないんですよねって。自分としてすごいこれをが叶ってくれたら、マジでもうこれだけで十分なんですけどって思うような、本当に叶えたい願い、大願っていうものですね。そして本願っていうもの。それだけはどうしてか分かんないけど叶わないんですけど、それはどうしたらいいのっていう、このご質問もものすごく多かったんですよ。だから、ちょっとここもね、お伝えしておきたいんですけど、あ、わかります?反応してる人結構いる。そう、多分ね、これハマっちゃってる人多いんじゃないかなって私も思ったんで、ちょっとこれは先にお伝えしておきたいんですけど、そう、これはからくりにちゃんと気づいてみてほしくって、まず、叶っても叶わなくてもどっちでもいいやくらいの小さな願いみたいなものはよく叶ってる。でも、大きな願い、これが叶ってくれたらいいなってものは叶わないっていう、これが起きてるっていう時の、その時のからくりに気づいてみてほしいんですけど、じゃあ、叶ってる方の、叶ったらいいかな、くらいのやつが叶ってるっていう、その小さい願いみたいなものあるじゃないですか。っていう、それが叶ってるっていう時の自分の心持ちは、叶ってくれたら嬉しいけど、叶わなくてもどっちでもいいや、くらいのもの。で、そのくらいの意識でいたら、それが叶っちゃったわけですよね。とか、あとは、自分自身がそれ自体を叶えたいって思ってたことすら忘れてしまって、自分が過ごしてたら、あれ?気がついたらこれ叶ってたみたいな、やったわみたいなことが起きてるっていうことがあるわけじゃないですか。っていうことは、そのスタンスっていうのを、対岸、本願でも保てたら、それが、その現象は作れるんですよ。言ってる意味わかりますか?小さな願いが叶った時のスタンスを対岸本願にまでそこにスライドさせれたら、そこにそのあり方をスライドさせれたら、それは叶えられるわけですよね。それを体現してみてほしいんです。で、これが結構難しいっていうお声が上がってきそうな気がするんですが、でもこれは練習です。なんていうか、小さな願いとか、本当にこれって叶ってくれても叶ってくれなくてもどっちでもいいやみたいなやつって、マジで本当にそのくらいの思いだから執着が全然ないし、だし別にわざわざそれを思い返して不安になるとかそんなこともないわけですよね。うん。でも大きな願いとか本気で叶いたいやつになるともうずーっとそれいつになったら叶うのかな、いつになったら叶うのかなみたいな感じで、小さい願いっていうものが叶う時のスタンスとは全然違う自分になっちゃってるわけですよね。そこに気づかなきゃいけなくって。うん。で、そこに気づいたら、どうやったらその小さい願いが叶った時のその自分のスタンスを、こっちの願いを思う時にもそれを保てるんだろうっていうところに、やっぱり視点が入ってきてくれると思うんですけど、で、それを
一回自分で分析してみてほしいんですよね。これ人によって絶対違うはずだから、例えばなんですけど、私は、一番その、なんていうのかな、こう、叶えたい願いっていうので、なかなか叶わなくて、悪戦苦闘したのが恋愛だったんですよ。パートナーシップ。うん、で、もう本当に悪戦苦闘したというか、自分自身が、本当に大好きな人から愛されて、幸せな結婚をするっていう、その願いっていうものを、が、まあ、長らくあって。で、それっていうものはなかなか叶わないのに、それ以外のは、まあ、なんか、ポン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 叶うみたいなことがよく、数年前は起きてたんですね。で、そのために、いや、私が叶えたいのはこっちなんだけどな、みたいな。パートナーシップを叶えたいのに、こっち叶ってもな、みたいな感じになったりとかしてて、もうどうしたらいいのどうしたらいいのみたいな感じになってたんですけど、その時にふと気づいたのが、じゃあ、なんでこっちでは、こんな簡単にいろいろなことが叶ってるのに、その対岸本願じゃない方のは、なんでこんなに叶うのに、こっちは叶わないんだろうっていうことに、こう、思いを向けてみたら、明らかにスタンスが違かったってことに自分で気づいたんですよね。うん。もうずっと四六時中っていうのかな。なんか気にしないようにしようと思ってもそのことばっかり考えるみたいなことがやっぱりその恋愛系のやつには起きてて、で、本当にそれ以外のものっていうのは本当にあっけらかんとしてるというか全然忘れてるみたいなことがよく起きてるっていうことに気づいて、そこから私自身はこの対岸本願ほど忘れようっていうふうに自分を持ってったんです。そしたら実際に叶ったっていうことも起きたから、うん、まあ他にもいろいろワークとかはしましたけど、でもやっぱりなるべく忘れるように努めたというか、なんだ、そのことをいろいろと考えすぎてしまって、ぐちゃ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 こうしちゃうとまた抵抗の波動が出ちゃったりとかするわけじゃないですか。だからそういったことが起きづらくなるように、瞑想っていうものを毎日に取り入れてみたりだとか、あとは自分自身がなるべくいろんなことを考えなくするときに、すごく私は役だったのは、岩盤浴とかお風呂だったんですね。お風呂とか岩盤浴ってぼーっとするじゃないですか。なんか何も考えられなくなるっていうところにあれって持っていけるから、だから私は本当にその恋愛とかっていうものを本気で叶えたい。でも、それ叶えたいからこそ考えすぎてしまうっていうことが起きていたときに、本当に徹底してやってたのは、なるべくその、考えられないような自分に持っていくっていうところですね。そう。だから、瞑想をしたり、じゃあ、岩盤浴に通ったり、あとは、その時はマラソンもよくしてた。マラソンも考えられないから、もう疲れちゃって。もう、マラソンずっとしてると、マラソンずっとしてて、ある程度やってると、もうなんか、もうただ走ってることに集中してるから、恋愛のことなんて考えてらんないですよね、そんなもん。そんなもんっていうか、もう早く家帰りたいとか、そんなことを考えてみたりとか、なんか、なんていうかな、もう呼吸にね、こう集中とかしてるし、なんか、あとなんか筋めっちゃ痛いんですけどとかってなってきたりとかしてるから、なんか、そんな感じのことをやってたら、自分自身からその抵抗の波動が出づらくなって叶ったっていうことが起きたんで、なので、対岸本願っていうものが叶わないっていうことが起きてるときっていうのは、やっぱり、その小さなもの、その小さな願いとの、その時に保ってるスタンスが絶対的に違うはずだから、うん、で、それがイコールになっててくれると、同じスタンスでなっててくれると、何でも叶うになっていきます。すべて叶うになっていくから、うん、だからなるべく、その叶った、何でもいいんで、小さなものでもいいんで、なんていうか、何かが叶ったとか、あ、なんかこれ、うまくいってんじゃん、みたいな感じのものがあったら、それを、大きなその願いの方で、それを、そのスタンスをスライドさせて、どうやってそこで過ごせるんだろうっていうところまでちょっと探求していただくといいんじゃないかなっていうのがあります。うん。そう、走んのとかめっちゃおすすめかも。なんか執着とかしやすいとか、すぐ不安になっちゃうとか、そういったことがある方には、私は体へのアクションっていうものはかなりおすすめだなと思ってるんですね。だからなんか、なんていうか、ちょっとそういう節があるなっていう方は、走ったり、まあ、あとはお風呂もすごいおすすめですね。なので、なんかちょっとぼーっとできるような、そういう状態に自分を意図的に持っていくっていうのもありかなって思います。で、そのぼーっとした状態から、なんかちょっと、なんかいらない思考みたいなのが抜けた状態っていうかな。その状態から明るい未来を想像するっていうことをやってくれるとマジで完璧だと思う。うん、もうそれだけでも気持ちよくなっちゃうんで、なんかもう、なんていうのかな。もう
その、ちょっといらないことを、こう、考えられないような自分の体の状態になりながら、ちょっとぼーっとしたような状態から、こういう感じの人生があったら最高だな、みたいな、みたいな感じの、で、それはその現象を作りたくてやってるわけじゃなくて、さっきのお話じゃないですけど、現象を作りたくてやるっていうよりは、その瞬間の自分が楽しいからやるんですよ、そのイメージワークって。そのスタンスでやってもらうと、本当に現象を作ろうともしてないし、もうただただ楽しいからその瞬間が。そしたらその波動が未来を作ってくれるんで、その意識でやってくれると本当に完璧かなっていう感じがあります。うん。その瞬間を楽しむためにやる各種ワークとか海軍行動ですね。っていう、そんな感じでやってもらうとまたより良いんじゃないかなっていう感じです。うんうん。そうそう。なんとなくわかりますかね。ゴロリさん、作ろうとしちゃってたな。わかる。なりますよね。わかります。作ろうとしちゃいますよ。人間だもんだって。人間だからそれは別にあっていいと思います。その自分を別になんか責めないであげてほしいというか、なんていうか、いや、素晴らしいことだと思うんですよね。私自身はその自分の人生をより良くしたくて力んじゃうとか、自分がなんか幸せを感じて生きてみたいっていう思いがあって、本当に一生懸命その人生に取り組もうとしているから、不安になってみたり、この本当に空回りするようなことがあったりっていう、それは本当に素晴らしいことだと思うんですよね。私はなんていうかそういう状況に陥っているという方々に、なんていうか、感動する。とても、感動するし、見習わなきゃいけないなって、本当に思う。だから、今、ゴロリさんが言ってたみたいな、作ろうとしちゃってたなっていうのって、全然それはあっていいと思うんですよ。むしろその自分を誇りに思ってあげてください。そのくらい本気で自分の人生に取り組もうとしてるんだなって、そのくらい頑張って生きようってしてるんだなって、その思いでいてあげてほしくって。で、でも、なんていうのかな。ただ、でもそれで生きるのが自分としてちょっと苦しくなっちゃうことがあったりだとか、やっぱり自分としてはこういう風な人生を歩んでみたいって思うんだったら、それを生きてみたいわけじゃないですか。それであれば、こういう、なんていうかな、ちょっと、今お伝えしたようなことも実践していただくといいんじゃないかなって思うんで、なので、うまくできてなかったなっていうところで自己否定をするんじゃなくて、むしろその自分を誇りに思ってあげてください。そのくらい一生懸命今生きてるんだなって、なんか、偉いな、自分って。ちゃんと自分自身をたくさん誇ってあげて、その上で、でもなんか、もしかしたらちょっとずれちゃってたかもしれないから、ここだけちょっと変えてみようみたいな、なんかそういう意識でね、いていただけたらなって思います。うんうん。かっこいいと思いますよ。なんか私はなんかこうやって一生懸命こう、なんていうか、様々なワークとか、こう、開運するようにて動いているというか、なんかそういうことをやりながら、ちょっと空回りしちゃってんのかなみたいな人は、かっこいいと思う。本当に。なんか、なんていうか、そういう人って、なんか、いいと思うな。なんか、すごく。うん、いいと思うなっていう、ここに全てが集約されてて、語彙力がなくて申し訳ないんですけど、なんか、でもそういう人たちは絶対幸せになれるから、うん、なんか、自分を疑わないであげてくださいね。絶対うまくいく人たちだから、皆さんは。うん、かっこいいと思う。うんうん、じゃあ、三つ目ですね。あと三つ目に多かった、質問なんですけれども、三つ目に多かった質問っていうのが、突然ネガティブな感情に襲われた時に、どのように対処していいかわからないっていうものがすごく多かったんですね。うん、なんていうのかな。まあ、これは本当に皆さんのご質問、本当に数千件のね、ご質問があって、すべて目を通して、通させていただいた中でのものなので、やっぱり状況っていうものとか環境っていうものも違かったりとかするなとは思うんですけど、でも結構多かったのが突然罪悪感に襲われてしまったりとか、あとは突然不安に襲われてしまったり、うん、あとは突然なんていうのかな、自分のその未来をこう疑ってしまうような意識にこう入ってしまって、そういう状態から何とかして抜け出そうとして、例えばぐるぐるワークをしてみたりだとか、その自分自身のその陰の言葉っていうものを思いっきりわーっとこう吐き出すようなワークとかをしたりとか、断捨離するとか、いろんなことをしてもなかなか立て直せない、そういった時はどうしたらいいのかっていうようなご質問もすごく多かったんですけど、私のこれは個人的な回答になってくるんですけど、私ね、これ私の本当個人的な回答なんですけどね、私
ネガティブな感情があったときって、チャンスだと思ってるんですよ、実は。うん。これは現状の私ですね。現状の私。だからなんか、それを避けようとしたりとか、抜け出そうって必死にする必要はないかもしれないよっていうのはお伝えしておきます。うん。まあ、ただ、自分自身のその内側にそのモヤモヤが溜まってしまって苦しいっていうのは絶対的に確かにあると思うんで、やっぱりぐるぐるワークをしてスッキリするとか、自分自身のそこの、なんていうかな、重いエネルギーっていうものを書き出してビリッビリに破いて、パイって捨てるみたいな、そういったことはやっていただくといいかなと思うんですけど、で、それでもスッキリしないときってあったりとかするじゃないですか。で、まあ、なんていうかな、それがあったら逆にチャンスだよなって私は思っていて、で、何がチャンスかって言ったら、なんて言ったらいいかな。その、ネガティブな感情をこう感じている自分に気づいて、なんて言ったらいいかな。なんて言ったらいいんだろう。その状態から、やっぱりこう、じゃあどういう未来を作りたいのかとかが、こう、イメージしやすくなるって言ったらいいのかな。なんかそういうのがあるなって私はいつも思うんですね。だから例えば、私自身が、じゃあ今回、じゃあ YouTube から突然、音源動画を削除してくれとメールが来た時に、えってなるわけですよね。もう、ってなって、これはもう大アクシデントが大問題が起きたってその時に思って、思いっきりその瞬間には、なんか、本当にそのメールを見た時には、すっごい、何が起きたのみたいな感じで、すっごいショックだったんです。なんか、待ってみたいな。なんか、その削除する、なんていうか、まあ、削除するっていうか、まあ、収益化が止まるっていうやつは別にどうでも本当良かったんで、なんか別に、へーくらいだったんですけど、よくよく調べてみたら、その、なんだ、YouTube の規約に、こう、乗っ取って配信するってことをやってないチャンネルは、突然アカウントを止められるみたいなものとか、配信できないようにするみたいなことが起きるっていう情報を見たときに、え、やばいみたいな。なんだ、私、能天気になんか広告つかなくてみんな見やすくなるからいいやとか、そんなことを思ってたら、このまま行ったら、みんなとのこの交流の場がなくなっちまうんか、みたいな感じで、すんごいネガティブな、その、なんとかな、こう、感情に襲われたんですよね。だったんですけど、基本的にね、私の、なんだ、意識の設定っていうのが、あ、これみんな見せてもいいか。ちょっと待ってくださいね。これね、ちょっと部屋に貼って、いや、部屋に貼ってあるやつなんですけど、私ね、これ今部屋に貼ってあるやつ、今ちょっと剥がしてきました。私ね、意識の前提にあるのがこれなんですよ。私、自分の人生は全てうまくいってるっていう意識の設定があって、これがもう大前提に私の意識にはあるから、いや、ちょっと待てよって。私の人生すべてうまくいってるんだよなって。で、すべてうまくいくためにこれが起きたんでしょって。っていう目線で入っていくから。ってことは、すべてうまくいくためにこれが起きたのであれば、これが起きたのであれば、チャンスじゃんって。すんごい、なんか、あれ、未来を不安しそうになってたけど、いや、すべてうまくいく、より良い人生になるためにこれが起きたんだったら、チャンスじゃんみたいな。なんか、じゃあ何のチャンスなんだろうって、それで考えたんですよね。私自身はその時に不安になった。その不安っていうのは、じゃあ音源動画を突然削除するってなったら、みんながやっぱ悲しむんじゃないかなって思ったり、あとはやっぱりそれをきっかけに、この、なんだ、じゅんちゃんっていうとこのチャンネルを知ってくれたりとかした人もいると思うんで、そしてそれが断たれるっていうのはどう、なんかすごい悲しいなと思っちゃって、なんかそしたら、なんか出会いの、その確率が下がるのかなみたいな、なんかそういう変なこと考え始めたんですよね。でも、そうじゃなくて、私の人生は全てうまくいってるわけですよ。全て。で、全てうまくいくために、より良い状態になるためにこれが起きたんだ。ってことはこれチャンスなんだから、ってことは何のためのチャンスなのっていう風にこう探していったら、はぁ、そういえば私、
音源動画よりすげえの作るのを躊躇してたってことに気づいて、うわーそのためだったんだみたいな、これを躊躇しないでちゃんとみんなに出すことができたら、よりみんなして、私も絶対なんかみんなに喜んでもらえる自信があるし、皆さんのそのなんだ全てうまくいってるってこのサイクルに入るものを私が躊躇してたからこんなことになってたんだってことに気づいて、それでなんていうか、もう全然なんていうのかな、なんかすごい寂しいなって思いはあるんですけど、そのなんていうか、今まで出した動画を突然消すというか、突然は消さないですけど、なんか消すっていう、その時にはちょっと寂しいなって思いにはなるのかなと思ったんですけど、でもこれがあったことによってよりみんなに良いものが提供できるし、本当にだってそれのバージョンアップしたものを出すわけなんで、あとはそれよりもっとすごいっていうものをこれから出そうとしてるわけなんで、じゃったらその方がいいわけじゃないですか。私がそのね、なんていうか再生回数みたいなものとかにちょっと固執とか若干しちゃったりとかしたのかなって、なんかそれがあるから消すなんてって思っちゃってたのかなってちょっと思ったりとかしたんですけど、でも絶対的にそれをバージョンアップさせた方が絶対いい方につながっていくなんて当たり前だから、あ、そのためのものだったのかと思って、なんか私自身はもうなんか今となっては、なんていうか、あ、本当に余計良くなっちゃうな、みたいな。こっから余計良くなっちゃうな、みたいな感じの意識なんですけど。そう、だからなんていうか、そういうなんかアクシデントがあったりだとかもそうだし、あとは自分自身の中に突然そのなんかこう不安みたいなものとか、なんか罪悪感とか、自分を否定するみたいな、その感情みたいなものが現れた時ほど、その時ほど、なんでこの感情が湧き上がってきたんだろうっていう視点には入ってみてほしいんですけど、そこの、意識に入る前に、ここは絶対思い出してほしい。うん。それだけを、なんていうかな、例えばじゃあ突然罪悪感が生まれてきた。で、なんでこの感情が生まれてきたんだろうっていう考え方だけすると、ちょっと落ち込んじゃうっていうところからまた抜け出せなくなっちゃったりとかするんですね。でも、この前提の意識をぶっ込んであげることで、一回ちょっと挟み込んであげることで、一気に視界が開けるから、うん、だから罪悪感みたいなものが浮かび上がってきた。で、そこからなかなか抜け出せない。でも、私の人生は全てうまくいってるんだよなって。全てうまくいっていて、これからより良くなるために今この感情を見てるんでしょって。じゃあ、何のために今この感情を炙り出されてるのって。うん。もしかしたらこれに気づけってことかなっていうものが出てきたら、それが正解ですから。それのために炙り出しをされていて、そこをちょっと改善してあげるってことをやる。ってことをやると、やっぱりうまくいってんじゃんっていう展開になっていくんで、この意識を一回ぶっ込んであげるっていうところを挟みながら、その感情が浮かび上がってきたときはチャンスだって思ってみてください。うん、こう思ってるだけで、マジでチャンスに繋がっちゃうから、脳科学の話にもここにもなっていきますけど、脳っていうものは、自分の脳っていうものは、自分が見聞きするものを現実として捉えていってくれて、そこに繋がるように私たちの体をこう動かしてくれるわけですよね。だから、何かの罪悪感に駆られてすごい苦しいとか、あとは何か不安感に駆られて苦しいって時に、そこでぐちゃぐちゃ考えていると、脳はその言葉ばっかり聞いてるから、それにふさわしい現実ばっかり私たちに見せてきます。でもそうじゃなくて、突然こういうのぶっこんであげるんですよ。突然、いや待てよって、私の人生は全てうまくいってるんだよなって、この言葉を聞かせて見せてあげてください。ちゃんと脳にちゃんとこれを見せてあげてください。そうすると、そのためにはそれになっているからこそこれが起きてるんでしょっていうところに、一気にこうなんていうか、ひらめきとか直感が動き始めますから、うん。で、そうなってくれると、もう本当に締めたもんというか、マジでそっち側にどんどん展開していくんで、これはマジでぶっ込んでみてほしい。うん。そう。前提の意識をちゃんとこういう、なんていうのかな、意識を、ちゃんと持っといてあげると、ネガティブな感情に襲われても、あんまりそこにね、引っ張られなくなるというか、変な思考が入ってきづらくなってくれるというか、マジでいい方に行くんで、ちょっとそれは知っといてほしいなっていう感じです。うん。なんとなく伝わりました。和弘さん、マジでぶっ込みます。ぜひ、よろしくお願いします。そう。そう。あと、他にもね、なんていうか、私は、例えば、前提の意識って私はいくつか持ってるんですけど、もうこれはもう絶対に忘れないようにするために、もう常にパッて目に入るところに、もういつも貼ってあるんですよ。うん、もうこれはもう常に置いてあって、で、これはなんでこういうふうに、引用、なんだ、
の、対局図をここに書いてあるかっていうと、やっぱり人生っていうものをね、こうやって、これを時計として見立てたときに、こう時計の針みたいにこうやって、私たち、自分たちが時計の針だとするじゃないですか。そしたら人生ってこういうふうにずっと陰っていうものをこう、まあ見るタイミングもあれば、でも陰が極まってきたのかなと思ったら光が差す、ここが光ですね。光っていうものがあり、わあ、ちょっと、光が見えたって思ったらまたこうやって光があるようなそのタイミングになり、でも光っていうものだけが続くわけじゃなくって、その中でもまた影を見るようなこういうタイミングがあって、そしてまた影のその時期があってみたいな、両方のことをこの地球上にいるとこう体験するわけですよね。で、それがあって自然なわけじゃないですか。どっちかだけにいるっていうことが起きないわけですよ、人間は。それをちゃんと私は理解しておきたいから、どうしても人間でいると、光の方だけで行きたくなるじゃないですか。なんか悪いこと起きないでほしいみたいな、なんか、なんだ、なんて言ったらいいのかな。人間って喜怒哀楽あっていい動物なのに、なんか、喜怒哀楽の、なんか、愛とか、なんか、怒があったらいけない人生だみたいな、なんか、すごい、なんかそういうちょっと不自然な考え方とかを覚えちゃったりとかすると、こっちにばっかり言おうとして、逆にそれで自分が苦しくなるなってことに気づいたタイミングがあって、なのでそれをちゃんと自分で理解するために、どんな時にも全てうまくいってるんだっていうことをちゃんと理解するために私はこれを貼ってるんですね。うん。そう。なので、まあもしも参考にというか、ピンと来た方はこういう引用語、語用じゃないや、引用対局図とかも一緒に書いてあげながら、こういう言葉とかも身近にしてあげるとすごくいいかなっていうのはあったりします、うん、とか、まあ、あとは私自身はなんだ自分史上最高の1年にするっていうような言葉とかはもうずっと自分の意識の前提に置いてるんで、自分史上最高の1年にするって自分が決めてて、そしてその自分史上最高の1年になるわけじゃないですか、自分が決めていれば。であれば何が起きたとしてもそうなるためのプロセスなわけですよね。うん、だから自分史上最高の1年になるためのプロセスとしてこれが起きたんだっていう見方をしていくと、もう前提の意識がそこにあると、じゃあなんでこれが起きたんだろうって、ただ普通にそれを客観視できるわけですよね。それにいちいちこう、右往左往するんじゃなくて、だって自分史上最高の1年になるんだよなって。そのために起きたんでしょとか、そのための感情なんですよね。っていう風になってさえくれれば、そっち側に勝手に、もうその意識がそっちに入っていってくれて、本当にその、なんだ、不安感を見るとか、疑念を感じるとか、苦しいとか悲しいみたいな、そういう感情を見ることすらもうまく使えるというか、いいツールにしながら、あ、ここをこういう風にしろってことか、みたいなことが、に気づけて、まじでそっちのルートに入っていってくれるんで、うん、なのでちょっと、前提の意識だけはちょっとぜひぶっ込むというか、ちょっと身近には置いといてほしいなっていう、そんな具合でございます。うん。なんとなく伝わりますか？大丈夫かな？ちょっとあっという間にもう50分で、ね、ちょっと経っちゃってるんで。とりあえずちょっとこの3つは、すごく多いご質問だったんで、先に回答をさせていただきました。うん。で、次からはですね、次からはちょっと、いくつか、また、この3つがすごく多かったんですけど、それに次いで多かった、ちょっと項目別の質問に回答していこうと思います。一番多いご質問が、やっぱりお金でした。お金のご質問、ものすごく多くて。で、やっぱりちょっとここはちゃんとね、回答しておきたいなって思ったんで、ちょっとそこは、お話しさせていただきます。すごくわかりやすいご質問だったかなっていうところで、この子の子さんっていうお名前の、この子の子さんという、ニックネームの方からいただいたご質問で、お金について、はじめまして、いつもありがとうございます。44歳主婦です。常に潤沢にお金を循環させるにはどうしたらいいのでしょう。お金のことで苦しい気持ちになることから卒業したいですっていうようなね、ご質問がありました。ので、そこにもちょっとお伝えしていきたいなって思うんですけど、まあ、お金についての、これをやるといいよっていうものは、まあ、本当にいろんなものがあるんでね、なんて言ったらいいか。なんていうか、まあもちろん私自身が発信しているものだけではなく、皆さんいろんな、なんていうか配信者さん、発信者さんのものをもう試されていらっしゃるかなとは思うんですけど、一応ちょっと私で今ここでお伝えしておきたいなって思ったのは、この子の子さん
がおっしゃっている言葉に一つだけ、ここだけちょっと気をつけてみてほしいなって思ったものがあって、常に潤沢にお金を循環させるにはどうしたらいいのでしょうっていう、この文章を見たときに、そう思っちゃってるんだなって思ったんですよ。常に潤沢にお金を循環させるにはどうしたらいいのって思っちゃってるわけですよね。で、っていうことは、そう思っていると、そう思わなきゃいけない現象を見続けることになるので、なので、お金をやっぱりその潤沢に、ちゃんと、なんで自分自身は、こうちゃんと循環させられる人間なんだっていうところまで一回意識は持ってみてほしいんです。持っていってみてほしいなっていう思いが、まず一点っていうところと、あとは、私もそのお金っていうものが、こう、なくて、こう、借金してたっていうね、時期もありましたんで、その時のこととかを思い返しながら、ちょっと回答させていただきたいんですけど、なんて言ったらいいかな。これは、ちょっと前の、宇宙の、ようこさん、宇宙のようこさんって言うとあれだけど、ようこさんとインスタで一緒に配信した時にもちょっとお話しさせていただいた内容なんですけど、私、お金って絶対に人を裏切らないって実は思ってる人間なんですね。だからもしかしたらお金についてちょっとこう不安感がある方はその意識も持ってみてもらうといいかも。私実は、ずっと人間不信で生きてきてしまったんで、それは幼い頃にちょっと知らない人に襲われてるっていうちょっと事件にちょっと巻き込まれたというか、現実創造論で言ったら自分が作ったっていう言い方になるのかもしれないですけど、でも、あの時は、小学3年生の時はそんなことも知らないんでね、ちょっと、すごく、ちょっと結構ショッキングなその事件があったんですよ。で、それがあってから、人っていうものは人を悲しめるものだっていう風な目を持ってしまって、なぜかっていうか、それをきっかけに。で、そこら辺からすごい人間不信で生きてきてたんですけど、なんでか知らないけど、その、人のことを、お金は、だから人は人を裏切るけど、お金は人を裏切らないって、なんかそのくらいからすっごい思ってたんですね。そう。だから、私、借金がある時にも、その意識、これもやっぱり前提の意識になりますかね。お金は私を裏切らないっていう、その意識がすっごく強かった人なんです。なので、実際借金があって、もやししか食べれない時期があったんですけど、本当にこう、なんていうか、で、そのもやしも、何パーセント引きっていうシールが貼ってないと買えない時期もあったんです。もやしなんて数十円のものなのに、それでも何パーセント引きのものじゃないと買えないってなかなかなわけですよね。でも、その時ですらもう私、お金は私を裏切らないってずっと思ってて、で、なんでそうやって思えたかっていうと、結局、じゃあその、この間のその、ようこさんのインスタのその配信の時にもお伝えさせていただいたんですけど、お金、あるじゃんって。結局、借金はしてるけど、でも数十円でも私のお財布の中にあってくれるし、で、実際に、じゃあ本当にお金に困ったっていうことが起きていながらも、部屋はあるし、洋服はあるしで、結局、なんとかなってんだよなっていうことに自分で気づいてて、で、それがあったから、やっぱりお金って私を裏切らないなってずっと思ってたんですよね。そう。で、やっぱりそうやって思っていたから、お金は私を裏切らない、お金は私を裏切らないってずっと思ってたからか、やっぱり、そうやって言ってると裏切られないんですよね。なんか裏切られないっていうか、むしろ味方してくれる感じがすごく強くて、だってもやし買えてるし、洋服着れてるし、で、光熱費とか、ね、払えないっていう時もやっぱりあったりとかしたけど、でも、どっかからなんかそのお金を、なんかいただけるのがあって、あ、やっぱり入ってくるんだ、みたいな感じがあったりとかして、なんか、あ、やっぱりお金、いや、なんかこういうエネルギーっていうのは私を裏切らないな、なんて言ってたら、やっぱりなんか、味方してくれる感じになっちゃった感じがするんですよね。なんか、お金は私を裏切らないっていう意識から、借金をきっかけに、お金は私を味方してくれるんだっていう意識が多分強くなってしまって、もしかしたらそれが良かったのかもと思ったんで、ちょっとそれはシェアしておきます。私は借金をきっかけにっていうか、本当にお金がないっていうをすごい極貧生活をしたのをきっかけに、そのタイミングから
お金は私を裏切らないどころか、お金はやっぱり私を味方してくれるっていうことをやっぱり思ってたなっていうことにちょっと改めて気づいたんで、その意識を持ってもらうと、余計入ってきやすくなるかも。うん。やっぱり、エネルギーすべてに、感情はあるっていう考え方がありますからね。やっぱりその、なんだ、例えばこういうコップっていうものとか、じゃあこういうパソコンっていうものだったりだとか、こういう洋服っていうものとかも、すべてに感情っていうものは実はある、その魂はあるっていう考え方がやっぱりあるじゃないですか。まあ、これは日本独特の考え方かもしれないですけどね。八百万の神の考え方。すべてのものに神が宿ってるよっていう、そういう考え方になるかなとは思うんですけど、うん、でも、実際にやっぱりそれは私もあると思ってて、で、私のことを味方してくれるんだって愚直に信じ続けると、多分そのエネルギーってね、根負けするんですよ。ちょっと不思議な話ですね。でもこれは、根負けするんだよな。お金は絶対私に根負けしたと思う。で、今は本当に仲のいい友達っていう感じ、なんか大親友っていう感じで私はいるんですけど、あまりにも愚直にお金は私を味方してくれているとかっていうのをずっと思いながら、いや、本当にお金って素敵みたいな感じで思って生きてると、多分その相手方のエネルギーって味方せざるを得なくなるんですよね。あまりにもなんか、こいつなんか知んないけど俺のことめっちゃ愛してくれてんなみたいな感じになると、なんか根負けするので人間もあるじゃないですか。だからその感じに多分相手方のエネルギーがやっぱりなっちゃうってことを起きるなと思ってて、そうだからちょっとお金をまずはその潤沢に回せるにはどうしたらいいんだろうっていう、その意識っていうところから抜けていただきたいっていうのが前提なんですけど、なんだ、もうそれは潤沢に私はちゃんと循環させられるんだっていうところにちゃんと意識を持ってってあげるっていうところは絶対やっていただきたいのと、もしなんていうかピンときた方は、お金っていうものは自分を裏切らない、どころか、私を味方してくれるエネルギー体なんだって思ってみると、ちょっと面白いこと起きると思います。本当にね、面白いこと起きますよ。本当に。もう信じるものは救われるじゃないけど、でもこれもやっぱり脳科学にも伝わってくると思いますけどね。つながってくる、科学的なところにもつながると思うんですけど、お金は私を裏切るどころか、私を味方してくれるんだっていう、その意識をずっと持ってて、その言葉を脳に聞かせても、もういたら、やっぱり脳はそのように認識していきますから。はい、そうなんですね、と。この人、相当お金のことを信じていらっしゃいますね、みたいな。そして何をやってもお金っていうものは絶対自分につながっていく、自分の元から離れるはずはないと。うん、なんていうか、それがどんどん自分のことを、自分を助けてくれるものだったりとか、自分を味方してくれるっていう、そういう言葉をずっとやっぱり聞かせてたら、やっぱり脳もそこにつながる情報にね、私たちをつなげてくれるし、自分自身の感情も豊かになることで、そうするとやっぱり自分の感情めっちゃ豊かになるから、そうすると、その波動っていうものでまた面白い現象が作られたりっていう、いろんなこう、なんていうのかな、いい感じの、なんていうのかな、展開につながっていくんで、うん、ちょっとそういう言葉っていうものはうまく使ってもらうといいかなっていう、そんな感じです。うん。わかりますかね？そう、お金、味方、お金はね、絶対裏切らないと思う。お金に対するイメージが悪いっていう方たちのお話聞いてると、お金を扱ってた人へのイメージがお金についちゃってるだけじゃないですか。なんかお金のイメージが悪いっていう方々のお話、ほんとよーく聞いてると、そのお金の扱い方が悪い人たちに対してのイメージがお金に対して持っちゃってるから、なんか、なんていうか、すごい自分を苦しめるものだみたいなものっていうのは、なんか相手の人が、じゃあ、お金っていうものを奪うみたいなことをしたら、お金はすごい私を苦しめるものだみたいな感じで見ちゃったりとかすると思うんですけど、お金に罪はないんですよね。そこに気づいてあげてほしくって、それを扱う人のイメージを自分たちが勝手にお金に対して持っちゃってるだけだから、お金に罪はないから、あの人へのイメージがお金についちゃってたんだなってことに気づいたら、お金に対しては、いや、あなたたち、じゃなかったね、ごめんねっていう。あなたはもう私の味方だもんね。本当にごめんっていう感じで仲良くしようねっていう感じで仲良くしてあげると、本当にいろいろ面白い展開がその後あると思います。うん。
そう、これは、そんなんで変わんのかいっていう人は多分そんなんで変わんのかいのルートに行っちゃうんで、そこは気をつけてみてください。そんなお金は自分の味方だとか言ってるだけで、お金がうまく回らずねえだろって思ってたらその思考が現実化しちゃうんで、そこの、思考のトリックにも気をつけてください。結構、こういう波動の理論とかをお伝えしたりとかした時に、結構ちょっと左脳が強めの方たちに、そんなんで変わるけどねえだろ人生が、みたいなことを言われたりとかするんですけど、そう思ってるとそうなります、ご本人がそう思ってれば。でも自分がそうなんだ、面白いと思って、あ、じゃあそうやって言ってたらお金のなんか巡り変わっちゃうんだって思ってくれると、その思考が現実化してくれるんで、ちょっとその斜めから見るみたいな、なんかそんな感じにならないようにだけは気をつけてほしいなっていう感じです。なんとなくわかりますか？大丈夫そうかな。うん、そう、いろいろね変わってきますよ、マジで。お金は分かりやすいと思うな。実験してみてほしい。本当に。お金はマジで自分の味方だ。大親友だくらいで言ってると、マジでめっちゃ面白いこといっぱい起きるから。これは実験の意識でやってみてほしいな。本当に。うん。で、次じゃあ恋愛ですね。恋愛についての、なんだ、あとパートナーシップか。についてのご質問にもちょっと回答しておきたいなって思うんですけど、これはリサさん。のちょっとご質問に回答させていただこうと思います。じゅんちゃん、いつも温かい発信、本当にありがとうございます。辛い時、苦しい時、じゅんちゃんの言葉たちにたくさん救われてます。ありがとうございます。私は今まで一度も彼氏ができたことがありません。今年36歳です。惚れっぽくはないですが、もちろん好きな人はできることはあって、自分からぐいぐいアタックしますが、いつも振られて終わります。泣き。デートを重ねたり、体の関係を持ってしまったり、これって彼女だよねって思っても、本命の彼女になれずじまいで、いつも撃沈です。今も大好きな人がいますが、一度振られたまま、友人関係で進展なしの平行線です。可能性がないなら次に進まなきゃと思っても、忘れられなくて、ずっとずっと大好きで苦しいままです。ちょっとね、この後長いんで、ちょっとここは割愛させていただきたいんですけど、自分自身の、彼氏か。そう、彼氏、好きな人に愛されるっていうところにするにはどうしたらいいのかっていうような、ちょっとここのね、ご質問に回答しておこうと思います。まあ、これを見たときにね、もう、わかるっていう感じでした。もう、わかる。もう、恋愛。ねえ、もう、本当に私自身も、本当、いつも2番手とか、なんか本当に本命の、彼女として見られてるんですかねみたいな、そういう立ち位置にまでしかなったことがなくて、本当に苦しいなって思ったのが何年も続いた人間なんで、すっごくわかるなって思うんですけど、なんて言ったらいいかな。本当ね、恋愛がうまくいかない時だけの話ではないんですけど、やっぱりね、未来思考でいてほしくて、ちょっと文面を見ていて、思ったのが、今までうまくいかなかった時のデータっていうものに、ちょっと意識が引っ張られてるかなっていう印象があったんですね。で、まあ、これは誰でも起きることだと思うんですよね。なんか自分自身がこういうふうな、こう夢が叶ったらいいなって思いがある時に、なかなかそれがうまくいかない。まあ、今回の、じゃこのリサさんのお話でいくのであれば、なんていうかな。この自分が大好きだなって思った人に本命の彼女として選んでもらいたいのに、それがなかなかその現実化しないっていう風なことがあったという時に、どうしても意識が、あの時もああだったしな、この時もこうだったしなの意識に入って、そこから未来をなんていうかな、考えちゃうっていうことがやっぱり起きるかなって思うんですけど、それになってるとちょっと危険なんですね。なるべく今というこの瞬間から先のみを見てほしいんで、先のみ。だから、自分自身のこの1秒前、今というこの瞬間ありますね。今みんなで過ごしてる、この今っていうこの瞬間。この瞬間から1秒前っていうのは全て過去ですよね。で、そういううまくいかない何かがある時ほど、そういう時ほど、あの時もああだったし、なんかこっちに意識飛ばしてから未来を良くしようっていうふうにしないでほしいんです。一回そっち行ってから未来を想像しても、それなりな感じになっちゃうんです、実は。
今という瞬間に全集中、全集中して、もう瞑想したりだとか、じゃあそれこそ、じゃあマラソンしたりとか、お風呂入ったりだとか、何してもいいんです。もう今に全集中で、もう全このエネルギーを、この瞬間に気持ちよく過ごす。もうとにかく感情っていうものが豊かになるところに全集中しますね。で、全集中して、うわー気持ちいいってなった後に、未来をちょっと考えてみてほしくって。これで全然違うんです、実は。なんていうかな。その後に作られる現象が。自分自身の、じゃ恋愛というものが うまく、なんていうかな、うまくいってほしいなって思いがあります。で、でもそれがなかなかうまくいきません。で、うまくいかないなっていう時って、いろいろごにょごにょ考え始めるから、でごにょごにょ考えてる時って、大体昔のデータっていうのを脳は引っ張り出してきてくれるんで、あの時もああだった、この時はこうだったって言って、そこからの、いや、もう、もっといい恋愛したい、もっといい幸せになりたいって言ってから、想像する、想像を描くものと、描くものとか、あとは、そう思ってから、あの時もあなたこうだった、でも、ここからもっと幸せになりたいって言ってから、言って、その波動状態になって、入ってくる直感とか、ひらめきっていうもの、そのルートを辿るものっていうのと、今この瞬間に全集中、もう全集中、全細胞を、とにかくもう気持ちいい幸せっていうところに、まず一回そこに集中する。で、その後に、私はどういう人生を歩みたいんだっけ？どういうパートナーシップを築きたいんだっけ？どういう恋愛をしたいんだっけ？っていうところに意識を飛ばすっていうのって、全然違うルートなんですね、実は。ここで想像するものと、一回、過去に意識を飛ばしてから未来想像してるっていうものっていうのは、そこに描かれているものだったりだとか、そこに入ってくる直感、情報、つながる人とかも、全く違うものになっちゃうから、うん。だからちょっとリサさんの話をこう聞いたときに、これは本当恋愛には限らないんですけれども、まあ、でも恋愛には陥りがちかなっていうところだったんで、ちょっとお伝えさせていただいたんですけど、とにかく、1秒前から過去だから、そっちっていうところに一回意識を飛ばしてからいい未来にしたいって思うんじゃなくて、ここすいません、熱弁して。今、この瞬間、ここに集中、全集中してから、もう気持ちいい幸せって思って、その後に、あ、そういえば私どういう人生にしたいんだっけって言って未来を想像していくっていうことをちょっとやってみてください。うん。で、その未来っていうものを想像して、みたいな、こう、なんて言うんですか、すごく大好きな人に出会って、じゃあリサさんが、こう、リサ、俺の彼女になってくれとか言われているのを想像するじゃないですか。え、そんないいんですか鼻血みたいな。え、そんな、やだ、そんな牛とかされたり、壁ドンとかされても、やだ、もうやだ、みたいな。なんかそういうのを想像して、その瞬間をただ楽しむんですよ。それも、その現象を作ろうとするんじゃないんです。これもさっきの話につながるんですけど、その瞬間楽しいじゃないですか、単純に。その現象ができたらいいなとか、そんなことはどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、その瞬間がただ単純にもう壁ドンとか、されて、もういや、なんか後ろからギュッとか、ちょっとやめてくださいよ、みたいな。やめてくださいよ、みたいな。この瞬間が楽しいじゃないですか。それを、ただやっててほしいの。そうすると、その波動が未来を作ります。そして、その波動っていうものに、見合った情報、直感、人に繋がっていって、そこに行くから、絶対。わかりますかね？わかります？そう、もう全集中。今をとにかく気持ちよくもう過ごすっていうところに集中してから、あ、最後どういう人生にしたいんだっけっていうのを一回想像してみてほしいんです。で、その後にものすごい妄想していただいて大丈夫なんで、そしたらもうそれをただただ楽しむ、もう鼻血みたいな。そんなプロポーズされます？みたいな。いやみたいな。なんかそんな感じ。で、言っていただくといいかなって思います。で、あ、そう、鼻鳴っちゃった、今。ゴーって言っちゃった。ついでになんですけど、恋愛よくしたい方は特になんですが、これはもう前から言ってるんですけど、下着をぜひ変えてください。下着。
その想像をしてる時の、その想像をしてる時のですよ。これはもう男性陣にも女性陣にも言えることです。なので、ちょっと覚えておいてほしいんですけど、自分が全集中も今、とりあえずじゃあ、この今に集中して、今というこの瞬間に、本当に気持ちよく、こう、なんていうかな、まずは、なるためにというか、いらない思考っていうものを一回ストップ、させるために瞑想したりだとか、じゃあその自分を、整えるために、そのランニングしたり、お風呂入ったりとか、いろいろするっていうことをやって、その後に、はっ、そういえば、どういうふうな人生にしたいんだけど、未来思考、未来に意識をこう飛ばす。で、そしてそこでイメージするものを、ってこうやる。っていう、これの時に、そのイメージを捨てる時の自分が、つけてるであろう下着を、もうつけといてください。結構皆さん、イメージワークはちゃんとしてくれてたりだとか、あと、なんていうか、その恋愛にいいっていうものとか、結構いろいろと、技術的なところやってくれてたりとかするっていうことはあるかなとは思うんですけど、結構下着見落としがちな方多くって、でも下着って自分のその体に直接つけるものであって、実はその下着っていうものの、なんていうのかな、その、まあ、素材とか、その質感とかっていうのって、体ってちゃんとそれキャッチできてるって言われてるんですね。うん。なので、本当に、じゃあそこで壁ドンされて、超を、じゃあそのリサさんからしたら、超かっこいい、方から、マジで告白されて、じゃあそこからちょっと進展して、じゃあ二人で夜を過ごすとか、っていうことがあった時に、どういう下着つけてますっていう話なんですよ。その時に用意すればいいやじゃないんです。その現象ができたら、その下着をつければいいやじゃなくて、下着はもう絶対的に先取り。それはもう絶対。そうすると、体っていうものが、それに見合った体つきになっていってくれたりとか、ホルモンの、分泌も全然変わるって言われたりもするんで、うん、なので恋愛っていうものを、より良いものにしたいっていう、まあ、方には限定するわけではないんですが、でも恋愛の方は特にですね、方は特に、その想像をして、っていうか、その素敵なそのパートナーと、その夜を共にするみたいな、なんか本当にそういう時のその下着っていうのは、本当に今つけてる下着ですかって、そこだけちゃんと確認してみてください。今皆さんもしかしたら紐がほつれたパンツとか履いてないですかね？大丈夫でしょうか？私はよくそれでした。恋愛がうまくいかない時は、その素敵な人ができたら、素敵な下着買えばいいやって思ってたんですけど、それじゃ遅いんですよ。うん。現象を作っていきたいとき、波動の、先取りをしながら現象を作っていきたいのであれば、もう絶対的にすべてそこにあるものを先取りしていく。中でも下着は絶対的に早めに、先取りした方がいいから。だから私はいつもね、なんかビロビロパンツとか履いてたんですね。ビロビロパンツっていうのもあれだけど。でも本当なんです。だからそのビロビロパンツのところで、確かに履きやすさはありますけどね。そう、なんていうか、ね、慣れ親しんだね、体へのなんかこの肌触りの良さとかはあるじゃないですか。結構何回も洗濯したものの方がいいとかはあると思うんですけど、でもそれは本当にパートナーシップ良くしたいんだったら、それはちょっとビロビロパンツではなくて、ちょっと、そんなにセクシーなのつけていいんですかみたいな感じのをよろしくお願いします。本当大切だから。すごい大切。ね、もう皆さん多分もしかしたら、私ビロビロ履いてたって人はもしかしたらいるかもしれませんね。大丈夫ですか？その方々に言ってます。今反応してる方々に言ってます。大丈夫でしょうか？そう、ビロビロパンツで、だって絶対素敵なそのパートナーとね、夜を共にするとか絶対やらないじゃないですか。前からこういう綺麗なのつけてましたみたいな風吹かせるわけですよね。それを風吹かせるんだったら本当に履いといてほしいんですよ、今から。そう、その時だけやるんじゃなくて、ぜひよろしくお願いいたします。そうそう、わかりますよ。ビロビロだった私も。ビロビロだった私もっていうのもあれだけど。履きやすいですよね。わかります。すいません。ごめん、熱弁しちゃった。ちょっと長くなっちゃうんで。じゃあ、ここから次に行きます。大丈夫ですか？すんごいもう、すんごい熱弁しちゃった。ここだけはもう絶対みんなに分かっといてほしいから。そう、でも恋愛だけじゃなくて、本当に素敵な現象を作りたいっていう、どのタイミングでも、下着はやっぱり先取りは、私としては絶対的におすすめですね。やっといた方がいいなと思う。ってか、自分としてやっといてよかったなって思う。とっても。うん。だからちょっと、誰にも見られないから、ちょっと手抜きがちなとこだとは思うんですけど、そう、でもなんか、誰も見てない時こそやるっていう意識でいていただくと、より良いかなとは思います。うん、うん、うん。
そう、今日は何時までやるのかな、ソラさん。あとま、30分もかからないうちに終わりにしようとは思っています。うん、ちょっと私の中では90分の予定でいたんですけど、ちょっと安定のちょっと長くなってる感じなんで、ちょっとあと何問かだけお答えしたら、今日の配信は以上にしようと思います。次が、健康についてですね。健康についてのちょっとご質問にも答えていこうと思うんですけど、健康、病気っていうものについてのちょっとご質問もね、やっぱ来てたんで、それについてもお話ししたいんですけど、これはチャムさんという方ですね。じゅんちゃんは病気で未来が不安な時、どうやって乗り越えたんですか？小さい頃から病気があり、そこから抜け出したいのに抜け出せなくて悲しいです。そして悪化したらどうしようと未来が不安にもなります。というようなね、ご質問が来てました。で、まあ、この病気っていうものについて、その体の不調っていうものについてっていうのは、ものすごくこう、なんて言ったらいいかな、デリケートな部分であって、まあ、すべてのお悩みというか、自分にあるその問題っていうのはすべてデリケートなものかなと思うんですけど、でも、特に体のことだったりとかすると、なんて言ったらいいかな、大枠でのちょっと回答しかできないっていうのがちょっと実はあるんですけど、まあ、どうしてもその症状だったりだとか、じゃあその体調っていうところに対して言及しすぎてしまうっていうのは、やっぱりその薬機法っていうものに引っかかるところがあったりとかもするし、うん、あとはやっぱりその状況、環境っていうものがちょっと詳しくわからないと、ここは何とも言えない部分だったりとかするっていうのもあったりとかするんで、ちょっと大枠での回答にはなっちゃうんですけど、私自身が病気っていうもので病気があって未来が不安な時どうやって乗り越えたんですかっていうところにへのちょっと回答させていただくと、私ね、病気の時もあんまりそれを実は悲観したことなくって、正直なこと言うと、心臓病で余命宣告受けたりとかした時とか、この間去年に大きな大病をして、輸血とかもしてるんですけど、実は去年とか、本当に緊急で輸血しないとこのまま亡くなってしまうみたいな、なんかそういうくらいのところまで実は去年とかも行ったんですね。でも、なんて言ったらいいかな、それを悲観はしてなくて、なんか、これは、病気をしてない人に対して、そうじゃないよねって言いたいわけじゃないんですけど、あ、私ってこれほどの体験ができる人間なんだって実は思ってました。うん、なんか、で、病気をしてない人にそれほどの体験ができない人ですよねって言いたいわけじゃないでしょ。そういうわけじゃなくって、自分自身がその病気っていうものを、受け入れてあげるために、持った思考でもありながら、でも心のどこかで、っていうか多分これ魂で気づいてたっていう言い方が一番私はしっくりくるんですけど、魂でなんとなく、あ、私は今世これほどの体験ができる人間なんだなって思って、若干誇らしかったです。そうやって言うとド M ですよね。ド M だけど、でも本当なんだよな。うん、だから、今お元気でいらっしゃる方は全然そのままで生きていっていただきたいんで、だから別になんていうか、その病気してないから、不調じゃないから、なんかその大したことない人間ですよねとか、そういうことが言いたいわけじゃないですよ。そういうことじゃなくて、どの人も、どの体験をしている、どの人生を歩んでいる人も、本当にどんな時にも自分を誇らしいって思ってほしいし、なんだ、どの人が上、どの人が下とか、そんなことはないわけじゃないですか。だからそれっていうものが、あるっていうことを改めて知るために、もしもご病気があるっていう時に、自分のことをなんでこんな風になっちゃったんだろうって思っちゃった時には、こういう考え方もあっていいんじゃないんですかっていう一つのご提案としてお伝えしているっていう部分なんですけど、うん、誇らしいって思ってみてほしいなって私は思います。うん、なんていうか、なんて言ったらいいか。でも本当に、なんていうかな、それだけの体験ができる器があると思うんですよね、正直。
で、でも本当に何回も言ってすいません。病気してない人がそんな器じゃないって言ってるわけじゃないです。でも、本当にそういうわけじゃないんですけど、自分の体に不調があるっていう時には、それを使って自分を責めるんじゃなくて、それを、その症状だったり、その病気っていうものを持って自分を褒めてあげてほしいんですね。そこは絶対に忘れないでもらいたくって。だからこそ、この言葉を伝えてます。なんか、そういう体験をする器があるとか、そういう体験するにふさわしい、てか、それほどのことが体験できる、なんだ、大きな、存在なんだなっていうような意識を持ってあげると、その病気っていうものから逃れよう逃れようっていう自分でいて苦しむというよりは、その自分を誇らしい、その病気すらもなんていうか愛してあげられるって言ったらいいのかな。で、その感覚になってくれると、病気すらも愛せるっていう感覚になってくると、すっごく不思議なんですけど、病気が治っていくんです。これは本当に不思議、これは本当に不思議なんですけどね。私は、心臓病で余命宣告された時に、心臓病が結局その余命宣告されたくせに消えちゃったんですけど、お医者さんにも何が起きたのかがさっぱりわからないって言われて、でも人間の体って本当神秘的で、実は医学、科学っていうところ、医学や科学で証明できないものがたくさんあるって言われてるわけじゃないですか。でも私は多分そこをなんか自分で体験しちゃったっていう人なんですけど、なんかその時の感覚っていうのが、なんか、なんて言ったらいいのかな。その心臓病になった自分も誇らしいって思ってたし、その心臓病をしてる、なんか心臓を愛おしくも感じたし、なんかそのくらい頑張って動いてくれてたんだなって思って、なんか心臓病って結局心臓が怪我しちゃったみたいな感じじゃないですか、病気って。その部位が怪我しちゃったみたいな、なんかそんな感覚が私はあるんですけど、心臓が怪我しちゃうくらい頑張って動いてくれてたんだなって思ったら、なんか心臓がとても愛おしく思ったんですね。で、そしてその怪我しちゃった、その病気っていうものも、今このくらい心臓が頑張ってくれちゃってるよっていうことを教えてくれるものだったんだろうなって思って、そしたらなんかありがとうって思えたんですね。その病気、その症状に対しても、心臓がこのくらい悲鳴上げちゃってるよっていうことを教えてくれるために、そのサインとしてその子がいてくれたんだって思ったら、ありがとうって思えて、なんか愛おしい、これすらも、みたいな、ありがとう、みたいな感じになってったら、なんか消えちゃったんですね。なんか、ありがとうっていう言葉って本当すごいなって、だから思ってるんですけど、だからなんか、まあ、これはあくまで、私の見解にはなってくるんですけど、その病気っていうものが今あって、そこから、こう、離れたいって、思う。とか、あとはそれがあって自分を否定するとか、なんかそういう感覚でいるというよりは、その自分をまず誇らしいって思ってあげてほしいなって思うし、そしてその病気っていうものを本当にするくらいの、なんていうのかな、この体験ができる人であったり、あとは、でもそれをするくらい、もしかしたら体が疲れちゃってたりとかしたのかもしれないとか、なんかそういう、なんか、なんていうのかな、このプラスの目線からその現象を見てあげるっていう感じでやってあげるといいんじゃないかなって思いました。なんか伝わるかな。そう。病気とか不調は何とかしてそこから抜け出したいって思うんですけどね。それはすっごくよくわかる。すっごくよくわかるけど。でもなんか、私はやっぱりそれをしてよかったなって思う。なんか、それをしてよかったなっていうか、その体験自体はすっごく辛かったし、その治療もすっごく大変だったから、じゃあその体験を一生涯したいのかって言われたら、いや、それはちょっと違いますね、みたいな感じにはなりますけど、でも、やっぱりその体験をさせていただいたことで、なんか、なんだろうな。なんだろう。やっぱりこういう発信するときにも、みんなの気持ちがわかるようにもなったと思ってるし、なんか気持ちがわかるようになったっていうのは、なんか、なんていうか、苦しいとか悲しいとか、そこから抜け出したい
って言ってる人の気持ちがやっぱりすごくよくわかる。だからこそ、じゃあこういう情報を伝えてみたらどうだろうっていう原動力になったり、あとはじゃあこういう、じゃあみんなに魔法陣を出してみようって思ったりとか、あとはじゃあ音源とかも、なんだ、作る時とかに、こういう人たちに届いたらいいなって思いを本気で持てるようになれたから、そういう自分になれたのは紛れもなく、やっぱりそれだけ苦しい体験をしたっていう、その時の体験が今の自分の、なんかその、なんていうか、心持ちとか原動力につながってくれてたりとかするんで、やっぱりそれがあって、なんか人の気持ち、人の痛みがわかる、まあ、分かりきれてはないかもしれないですけど、皆さんのことすべてはね。でも、分かろうって思える自分になれたのは、すごい良かったなって思うし、なんか、なんかやっぱりすべてうまくいってるっていうか、つながってんだなって、人生は。やっぱ一個一個の、こう、なんていうか、体験すべてが、本当により良い人生に、なんか自分自身を大きな器にするためにつながっていくものなんだな、とか思ったりもしてるんで、だからぜひ、なんていうか、今ちょっとご病気とかね、不調で辛いっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、でもなんかそれを使って自分を否定するとか、それの病気がダメだ、ダメだっていう感じで、思っちゃうと余計苦しくなっちゃうから、もう豊かな感情になんて慣れ得ないんで、そう思っちゃうと。だからそうじゃなくて、でその自分を誇らしいって思ってみてほしいなって思います。それだけの体験ができる自分なんだって、なんかそう思ってみてほしいですね。なんか伝わったかな？大丈夫そうかな？ああもうぜひぜひ。春4000さん、自分にありがとう。ぜひ、もう本当に自分にありがとうですね。もう本当に、ぜひぜひ、たくさん自分にありがとう言ってあげてください。でも、あっという間に90分か。どうしよう、ちょっと待ってくださいね。いっぱいね、あった中で、ちょっと、いろいろ答えてたら。あ、そうそう、あとね、人間関係についてっていうところのご質問です。これ、人間関係っていうか、これ、すっごい、その対人関係みたいなところの枠ですっごく多かったのが、家族に変わってほしいって思った時はどうしたらいいですかっていうご質問、ものすごい来てたんですよ。なので、ちょっとこれも回答しておきます。これは、なんだ、もう本当にたくさん来てた。なんか自分自身は、なんていうかな、ある程度楽しく生きれてるんだけど、自分の母親がこういう状態でとか、自分が父親がこういう状態でとか、自分のその兄弟とか子供がこういう状態でって。で、だからこういうふうに変わってほしいって思うんだけど、そういう時はどうしたらいいですかっていうようなご質問がすっごく多かったんで、ちょっとそれについても、お話しさせていただきたいなって思うんですけど、いや、まあでも、基本的には、やっぱり、人を変えるっていうことはできないっていうのが、まあ、あるんですけど、これはやっぱりその、一人一人の人生っていうものが、個人の人生っていうものがあるわけなんで、その個人っていうものが、生きたいように生きれるわけであって、周りにいる人たちがその人をコントロールする、その人を変えるっていうことはなかなか難しいっていうところではあるんですけど、もしも自分自身のその波動っていうものを使って目の前にいる人を変えたい、っていうか、それが変えられるのかなっていうところにちょっと疑問を持つというか、ちょっとそこがあったらいいなって思いがある方は、まずこれはもう絶対的に、そういう時ほど自分に集中するっていうところは一つですね。それはなんでかっていうと、自分の内側の投影として目の前の人が登場してくれるっていう鏡の法則っていうものがあったりもするので、自分自身がやっぱり、なんていうのかな、意識が外に向いちゃってる。その相手なんか変わってくれたらいいなーっていう意識って、もう意識が外に向いちゃってますよね。っていう状態になると、お相手の方も基本的には意識が外に向いていくっていうことが起きやすいんです。なので、自分自身がもしも相手の人が変わってくれたらいいなって本気で思うのであれば、そういう時こそ自分に集中をして、自分自身がただただその日その瞬間を楽しむっていうところに、本当にこう、なんていうかな、全集中してみてほしいなっていうところが一つです。そうすると、その投影として目の前にいらっしゃる方も、自分自身が心豊かに生きてると、その人も心豊かに生きるっていうことが起きるかなっていうところ一点と、
あと、なんて言ったらいいかな。これはすっごく地球的なお話なんですけど、ここから言うお話は。ただ単純に相手を変えようとするという意識ではなく、その瞬間に感じたことを伝えてみるはあってもいいかなって思っています。私は。うん。で、これは一体どういうお話かっていうと、私も家族関係で悩んでいた時期っていうのがあって、で、それっていうのが、自分の父親に対してとか、母親に対してとか、自分の兄弟に対してとか、っていうのを感じてたことがあったんですけど、その時って、例えば、じゃ父親にこういうところ変わってよっていう思いがある時って、変わってくれよっていう思いでずっとそれを伝えてて反発されてたんですね。なんでお前にそんなこと言われなきゃいけないんだよっていうふうに言われちゃってたんですけど、変わってくれよっていう思いを乗せるんじゃなくって、ただ私はこう感じましたっていうことをポンと投げるっていうことをやったらキャッチしてくれたっていうことが起きて、そこから私はそれを家族にはよくやるようになって、すごく家族の関係が円満になったっていうことがあるんで、ちょっとここはシェアしておきたいんですけど、変わってほしい時って変われよっていう意識で言っちゃうじゃないですか。わかります？これ。うん。なんか、自分が、なんか、じゃあ、それは家族じゃなくっても、じゃあ、そのパートナーであったりだとか、職場の人であったりだとか、なんでもいいんですよ。自分の仲間っていうところでも、変わってほしいってことがあると、そのエネルギーで変われよっていう言い方になっちゃったりとかするの分かります？冷静に言ってても、表面的な言葉は綺麗にしてても、心の心得では変われよお前みたいな感じの意識で、こういうことでこうですよねみたいな感じの言い方しちゃったりとかするの分かりますかね？そう。これをやると、相手は反発する。それはなんでかっていうと、自分自身の波動がもう乱れてるから、もうそれコントロールのエネルギーが入っちゃってるわけですね、言葉に。変われよっていう、このエネルギーっていうのは相手っていうものから受け取ると、うざいになっちゃうんです。なんだこいつってなっちゃうの。でもそれは自分でもわかるじゃないですか。なんか自分自身が相手の方から変われよの意識で言われると、なんであんたにそんなこと言われなきゃいけないんだみたいな感じになったりとかするのありません？なんか、そんな言い方しなくてもいいだろうっていう感じになったり、なんか言い方はなんか綺麗にしてるけど、この人なんかすごい、実はすごいこうやって思ってんじゃないのみたいな感じになっちゃうのあったりしません？なんか自分がされたらわかることを、でも相手にしちゃうときってあるって、それなんですけど、うん。でも、それをやり続けるとずっといがみ合いみたいな感じになって、チキシャーみたいな感じの、なんかその、なんかいがみ合いが続くみたいな感じになっちゃうんですけど、自分自身が単純に言って、私が父親とかに、なんかそういう言い方をしないでほしい。とか、あとはこういう時にほっといてほしいとか、そういうことをこう伝えたタイミングがあったんですけど、なんかその父親のその言い方とかで、ジュン、これはこうだからこうだからみたいなことを言われた時に、もううるさいなみたいな感じになって、もうそういう言い方しないでよみたいな言い方を私もしてたんですけど、そうじゃなくて、ただ単純にそうやってされたことに対して、変わってほしいという意識ではなく、私はこのようには感じておりますと、ただただご報告ですね。ご報告。そう、報告をするの。報告。うん、今このように感じてて、できることなのであれば、このように変わっていただけたら嬉しいであります。みたいな。報告です。単なる。ここにコントロールの意識はない。期待もないです。期待もない。全く。そのくらいの感じで言ってあげると、意外とキャッチしてくれるっていうことが起きるんで、もしかしたらそれをやるといいという人がいるかなって思ったんで、一応伝えておきます。コントロール変わってよの意識じゃなくて、報告です。ご報告。あなたにこのようになってほしいなってちょっと感じちゃいましたっていう報告。こう感じちゃいましたっていう報告。そう。で、その時のそのリアクションっていうものは、なんかその伝わってないのかなって感じることもあるんですけど、意外と響いてるの。それが不思議。うん。その瞬間には、なんか、報告してみて、はぁーみたいな感じで返されて終わるなって思うことが起きるんですけど、数日後に言い方改めてくれたりとか、変わってくれるんですよ、マジで。そう。わ、すごい、コントロールの意識を飛ばさないってこういうことかみたいなことがやっぱり分かったりとかするから、うん。だから、私はこのように感じていますよっていう報告。
で、そこに期待もしないし、コントロールもしないっていう、なんかそれだけやってもらうと、意外と響いてるっていうことが起きるんで、うん。なので、それが効果が即座に現れるかっていうか、まあ、現れる時もあるな。あ、もうあるんですけど、ちょっと日を置いてから現れるっていうこともあったりとかするから、うん。だからちょっともしかしたら、その報告をするっていう、意識で、ちょっとこういうふうな思いでございますっていうのをやるっていうのはありかなと思います。うん。そうなんですよ。ごちもりさん、冷静に言われると気づくかもねって。そうなんです、そうなんです。本当にそう。なんか、何なんですかね。まあでも自分たちも多分、そういう言われ方すると、なんか別にほら、自分たちがされたら、それを想像したらわかると思うんですけど、なんか、例えば、じゃあその自分の、じゃあそのパートナーとか、まあじゃあその親とかから、単純に、こういうふうにしてよみたいな、そういうコントロールの意識とか、なんか、変わってよみたいな、そういうエネルギーを向けられているわけではなくって、ねえねえって、今こういうふうに感じたよだけ言われたら、おそうかみたいな感じになるじゃないですか。おみたいな。なんかそうすると、なんか知らないけど、それがちゃんと覚えてるというか、あ、そっか。じゃあ、そういう時はこういう風に変えたらいいのかなみたいな。なんか、そんな感じに自分たちも入っていくじゃないですか。多分、それが相手に起きてるだけなんですよね。うん。だから、コントロールの意識とか変わってくれみたいな、そういう意識で、そこに、対面してしまうと、いがみ合いみたいな感じとか、突っぱねられるみたいな、その状況が悪化するみたいな感じになるかなと思うんですけど、ただ、単純に、ただ、ポンと、その時のことを言われるっていうことをすると、なるほど、みたいな。じゃあどうしたらいいのみたいな感じになるじゃないですか、ね。そうやって感じたってことはどうしたらいいのみたいな。だからこうしてほしいって言われたら、おお、わかった。みたいな。なんかそんな感じになるんですよね。そう。なんかちょっと、もしも、ご家族に変わってほしいとか、他の、なんていうかな、人に変わってほしいって思いがあるときは、なんだ、波動を使いたい。自分の波動っていうものを持って、相手が変わってくれたらいいなって思いがあるのであれば、まあ、そういう時ほど自分に全集中して、自分が心豊かになることを集中するっていうところも一点なんですけど、一つのその行動っていうところ、地球的な理論として お話をするのであれば、コントロールの意識、変わってくれっていう意識で言うんじゃなくて、報告をするっていう意識でやってもらうと意外と変わってくれるっていうのが起きると思うよっていうのはちょっとお伝えしておきます。うんうん。という感じですかね。なんとなく伝わりましたでしょうか。三つ子坂上さん、親に対して言い方きつくなってしまう。わかる！ねえ、わかりますよ。家族だと言い方きつくなるのありますよね。いや、あるある。みんなそうですよ。何ですかね、家族って。何なんだろう。家族ってなんで言い方きつくなるんですかね。これ本当に不思議ですよね。なんか距離感が近いからなのかな。なんか。でも、それはなんかもう自然なことだったりとかするから、なんかそれを自分をそんなに責めないでほしいなとは思うんですけど、でもやっぱり何か物事を伝えるっていうか言葉を伝える前には、やっぱり家族であれ、やっぱりその他人であるっていう考え方もやっぱりあるんで、なので、そういう言われ方をしたらどうなのかなって、一旦ちょっと自分で冷静になるっていうことはやってもらったらいい方向かもしれないですね。私自身もちょっと家族関係がうまくいかないなっていう時ってやっぱ、もう、なんていうか、むやみやたらにじゃないですけど、なんかその時思ったことを、なんか、いい加減にしてやみたいな感じのこととか、もうこういうふうにやってやみたいなことをよく言ってたんですよね。で、そこにはやっぱり、その言葉の下には、相手に変わってほしいっていうコントロールの意識がもうごっそりあった。本当に。でもそれをもう外しちゃって、ただ単に私はこのように思っていますっていう、だからできればこうなったらいいなと思っていますっていう感じでやったら本当に変わり始めたっていうことが起きたので、うん、なのでなんていうか、ちょっと一瞬冷静になってからそうやって報告するみたいな、なんかそんな感じでやってもらうといいかなっていう感じです。うん。っていう感じで、ちょっとあっという間にちょっともう2時間経ちそうなんで、ちょっとたくさんのね、ご質問いただいていたんですけれども、今日の配信はちょっと以上にしようかなと思います。本当にね、ちょっとご質問、数千件、2,000〜3,000件弱くらいかな。ご質問いただいてたんで、本当にご質問いただいた皆さんありがとうございました。そしてちょっとその中でのね、回答っていうところもいくつかのものになってしまって、すべてにね、ご回答できなくて大変申し訳ないなっていう思いではあったんですけれども、でも、なんていうか、
すべて拝読をさせていただきまして、そして、今後の、情報のその配信をする際に、こういうふうなところにも、悩まれている方にはお伝えした方がいいのかなっていうところの、この今後の発信っていうところに、役立てさせていただこうとも思ってますので、なので、まずね、ちょっとその、お言葉を出してくださった皆さんもありがとうございました。そして、ちょっと今日のね、配信も長丁場になりましたが、この配信を見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。とりあえず本当に一番多かった質問っていうところにね、ちょっと今日は、ちょっと時間を割かせていただいたんですけど、まあ、一番多かった、すごく多かった質問が、現実があんまり変わらないんだがっていうやつと、あとは小さい願いは叶うようになったんだけど、本願、大願は全然叶わねえよっていうやつと、あとはそのネガティブ思考というかね、突然のネガティブな感情に支配されてしまっててどうしたらいいのっていうような、この3つっていうところは本当非常に多かったんで、ちょっとそこについてのお話っていうのはもう一回見返しながら、踏み落としてみてほしいなって思います。うん。で、一応ですね、先にもお伝えさせていただいたように、ちょっと音源動画の、この、これからのちょっと、状況がいろいろと変わっていくと思うんで、それは、コミュニティ投稿だったりだとか、まあ、あとは、こういう動画を配信する際に随時お伝えさせていただきますんで、突然に、削除するとかそういうことはありませんので、それはご安心ください。そして、その音源動画をこう削除するっていう時には、それをよりもっとすげえの出すタイミングで、削除するってものにするんで、なので、なんていうかな、それのちゃんと、もっと素晴らしいクオリティのものであったり、ちょっと本当にちょっと皆さんに受け取ってもらえて、いくつかの魔法があるんですよ、実は。でもそれ出すとちょっと怪しまれるのかなと思って、しかもそんなに長い動画にならないんで、こんなんで聞くのかな、みたいな感じで思われちゃうのかな、とかって思って、ずっと出すの躊躇してたものがいくつかあって、ってか結構あって、そう、でも、昨日、本当全然知らないおじさんにこの本を本屋さんで渡されて、それがゴーサインだっていうのがいろいろここに書いてあるのが分かったんで、もうやっぱ出さなきゃダメだこれって思ったんで、ちょっとまたすごい、ちょっと魔法の動画とかここから出していきますんで、それも楽しみにしててください。すごいことになります。本当に。本当にすごいことになります。魔法ってちょっとね、中身を伝えちゃいけないっていうものとかもあったりするから、詳しく伝えられなくて申し訳ないんですけど、でも、そういう魔法の動画出すときにも、こういうふうにこの動画を見てみてくださいっていうのとかは、細かくお伝えしていこうと思いますんでね。ちょっとそれも楽しみにしておいてください。マジで。マジですごいこと起きるから、私もいろいろ自分で検証してるんですけど、マジですごいこといっぱい起きるの。でも音源動画の方が人気なのかなと思って、それでずっと出せずにいたんです。そう、でもちょっとクオリティ上げたいから、ちょっとまたちょっと制作期間、これからちょっと長く、一本の動画、数分のものであっても、すっごい時間かかるんですね、それを作るのに。なので、ちょっとまた、アップする感覚が空いちゃったりとかもするかなとは思うんですけど、でもその分効果絶対あるから、楽しみにしててください。そう、いや、もうめっちゃすごいのあるんですよね。めっちゃすごいのあるんです、本当に。そう、そう、まあ、でもちゃんと音源動画とかのプレゼントも考えてますんでね、ちょっとそれも随時お伝えしていきます。うん。じゃあまあそんな感じで、今日の配信は以上となりますが、大丈夫そうかな？大丈夫そうでしょうか？そう、そうですね。魔法陣もぜひ、新しく作った魔法陣というものもぜひ、概要欄に、二つ貼ってありますんで、ぜひぜひ、ちょっと概要欄のその魔法陣も受け取ってみてください。あれも結構いいんだよな。私もちょっと持ち歩いてるんですけど、で、デザイナーさん、魔法陣を作ってくれたデザイナーさんもドスピな方で、すんごいドスピな方で、あれが見えたって言ってた。あれが見えたって、あそこの文言とか、ちょっと呪文というか、呪文は、全部、私で下ろしてるんですけど、まあ、ちょっとここら辺も結構変態話ですけどね、ちょっと、あの呪文とかをいろいろ私が下ろして、それを、こういう風に当てはめて、こういう魔法陣を作ってほしいんだっていうのを、デザイナーさんにお伝えしたら、あれが見えたっていう。見えたらしいです。本当。そうそう。ちっちゃい頃から、なんかその方は図形とか絵とかなんかいろいろ見えるんだって。なんか、で、それっていうのを、こう、いつも形にしてるって言ってて、私がいつもいろんなものを作るときにお世話になってる方なんですけど、うん、まあでも、ああ、完全にあっちと繋がってるなと思いながら、もう大信頼できる図が出来上がったんで、なので、ぜひ、ちょっとあれも、なんていうか、その魔法陣も、身近に置きながら、過ごしていただけたらと思います。
じゃあそんな感じかな。じゃあちょっとまた皆さんにお伝えしたいことがあるときにはこうやってお話のおしゃべり配信するかなとは思うんですけど、でもなんだ、おしゃべり配信すると思うんですけど、でもちょっと、ほんと魔法の動画いくつか、ちょっと精度上げたものをちょっといくつか混ぜて、ちょっと、結構時間かけて作りたいんで、もしかしたらちょっと間空いちゃうかもしれないんですけど、またちょっと、いろいろ進捗がありましたらね、コミュニティ投稿とかで、お話っていうか、投稿させていただきます。じゃあそんな感じで、大丈夫かな？アーカイブ残ります！残ります！じゃあぜひこの質問会のこの配信も、何回か、必要な方は見てみてください。でも本当に、今日は20万人ありがとうの会だったんで、本当に皆さんとの講演に感謝してます。ありがとうございました。本当にっていうか、ありがとうございましたってこれで終わるみたいだけど、なんて言ったらいいか。まあ、ね、このチャンネルっていうところで、こう、出会えたご縁には本当に感謝してます。で、まあ、やっぱりご縁はね、変わるものだから、チャンネルを解除されるっていう方もいて自然だと思うんで、それはそれで全然別にあっていいと思ってるんですけど、今このタイミングで、たまたまこのチャンネルに出会ってくださったっていうことに、もう本当に大感謝だと思ってるんで、なんていうか、本当に、ありがとうございます。本当にここからもね、皆さんの人生がより輝くというところのサポートができるような、こう考え方であったりだとか、あとはそういう魔法みたいなものだったりだとか、もうそういう動画っていうものとかもね、出せるように努めてまいりますんで、ここからもどうぞよろしくお願いします。本当、長時間ありがとうございました。本当にありがとうございます。ぜひ、皆さんの人生はうまくしかいかないから、それを楽しみに過ごされてください。大丈夫かな？ありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと本当長時間お疲れ様でした。この後ちゃんとチャプターつけときますんでね。ちょっと1時間後か2時間後くらいにチャプター出来上がって、概要欄とかに貼っておけると思うんで、見返すときにはそれ使ってみてください。じゃあ、ありがとうございました。ゆっくり今日も休んでください。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた。